皆さんこんにちは。こんにちは。みなよさんの最愛の夫、まさき&なずき。今日はみなよクッキングをまさき&なずきで始めたいと思います。それではスタートでーす。そのエプロンは何ですか。ですね。みなよさんがどうしてもこれを着なさいということで、僕に似合うかしら。エキスだね。今日は、まあまあ、結婚式も迎え、美奈代さんに感謝の気持ちを込めて、何か作ろうかなっていう、ちょっと、ポロッと言ったことが、現実味を帯びてしまいました。でもその間、なずきはもう、ちっちゃい頃から料理が好きで、お母さんのお手伝いをずっとしてて、料理上手なんです。はいはいはい。なので、今日は、なずき、頼む、一緒に出てくる。あ、そう。なるほど。頼むって。しょうがないから。お願いしたわけです。巻き込み事故の。巻き込み事故。ああ、なるほど、なるほど。でも、なずきはセンスのある、ほんと創作料理というか、この前、実を言うと、作ってくれたの、家で。それも家族全員が食べて、めっちゃ美味しかったの。今から作るコチュジャン炒めと、チヂミ作って。チーズチヂミだよな。チーズチヂミ。それを作ってくれって、ちょっとお願いしたの。しょうがないな。しょうがないな。今日、峰屋さんもいらっしゃらない。遠くで見てると思います。声だけ聞こえるんですかね。ですね。そうだよ。あ、どっかにいらっしゃるみたいですね。どっかにいるから、ちょっとドキ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 するんですね。じゃあ、まあ、遠隔で、なんかご指導が入ることもあるかもしれない。そうですね。まあまあ、いつも作っていただいてばかりいるのでね、はい、感謝の気持ちを込めてとは言うものの、はい、多分。私が何かあった時に一人になって何も食べられないとか大変だから今日は練習するんだよ。ですね。でも必ず君より先に僕が死にますから。なんちゅうこと。先に死なせてください。君より長生きはしたくありません。先に死なないと何もできません。あんまり料理は参考にならないので、なずきの料理を参考にしてください。僕はもう、茶菓子でお願いします。キッチンに立ったことがまずないんだもんね、結婚して。唯一、一回だけ私が入院した時に、洗い物とかをやってくれた。一回じゃないけど、一回じゃないけど、まあまあ一回でいいですよ。認めないです。てか、結婚する前に、実は僕ね、飲食もちろん料理も何べんもしたし、僕ね、チヂミとかも、チヂミがチゲとかも、作ったし、麻婆豆腐いろいろやったという記憶はあるんだけども、有名じゃない？いやいや、もう30年ぐらい前の話だから、もう忘れちゃってるし、で飲食店もずっと僕やってたんで、料理については結構うんちくもあるし、いろいろ詳しいんですけど、ただもうやってもらっていいじゃん。はい、結婚してからもうやらなくなったんです。そういうことです。ですね。ですね。すみません。はい、すみません。実は僕は、こういう日が来ると思って、東都生協でいつも注文してるんですけども、こういうパックのものを注文させていただきました。全部、このように、ソースが出汁というか、あと具材も全部切ってあるので、はいはい、これ炒めるだけなんです。あ、なるほど。簡単に美味しくいきます。安心安全っていう、まあ、東都製のフレーズなんですけども、まあ、いつも使ってるので、まあ、その中のこういうパッケージがあったので、これをちょっと発注してみました。ハサミで切って炒めるだけ。カップラーメン。いや、そう、カップラーメン的な、カップラーメン的に美味しくできるってことね、これちょっと皆さんに実証したいなというところです。でも順番があるんでしょ？いや、炒めるですね。今から封を開けて中身を見ます。ちょっと立ち姿がちょっといまいちよくないよ。ピート立って、ちゃんとピート立ってるけど、こういう衣装なんです。コチュジャン炒め作ります。はい、はい、で気をつけてねって、うん、で、まあ最初にソース、最初にまずコチュジャン大さじ2、おー、ね、はい、入れていきます。見やすいようにこれ置いておいた方がいいかな。おー、さすがですね。さすが、さすが僕の息子。それはちょっとなしね。これでも気遣いがね、ね、素晴らしいですよね。多分お料理
人に対してちょっと心の余裕があるの。そうですね。なくなると分かんなくなっちゃう。はい、醤油。醤油大さじ2これを入れます。22ね、22ですね。お酒ね、これも大さじ2、確か22、はい。じゃあさ、お正月明けとかさ、お餅が余った時に作るといいね、これ。そうだね、韓国風の、うん、これは砂糖大さじ1、2、はい。で、あとはこれで混ぜるだけ。おお、はい、混ぜるだけで混ぜようか。な、そうだね。そうだね。そう。え、できるの？おーよ、できる混ぜるぐらいが。はい、次やってな、次。で、次お餅ね、4つこう縦あって2回切る、こうやって縦に。ほうほうほう。はい、まあ今からやりますね。3等分ってことね。そういう、そういうこと。で、気をつけて。はい、よ、こういうことね。トッポギみたいな。そういうこと。あ、そうだね。そういうこと。食べたことないけど、うん、後ろでおまじないしてるみたいです。占い師。どうですか、みなさんから見て。まだなずきがいるから安心できる。ここでマネヤとパパ二人だったら、はい、もうめちゃめちゃだもん。はい、次玉ねぎ1/2。ひどいよ。半分ね。だってなずきは、はい、敬老の日とかの日に、はいはい、うちの母が来てると。ホットケーキ焼いてあげたり、こんなことするの。なんちゅうできたの。そうなの。もうちょっと、もうちょっと。名付きキッチンみたいなね、これ。おお、これやってる人のなんか。そうだね。手つきですね。気をつけてね。先輩パパが。だよね。シンポ振ってるよ。ありがとうね、ディール。オッケー、できたよ。はい、できた。はい。油。思ったとこが火がつかなかった。場所が違ってたな。ま、あ、くるってねじるんだ。ねじるんだ。あ、ねじるんだよって言ったじゃん。ねじるんだよって言ったじゃん。もう。人にやらせると。なるべく何火？中火。中火。で、最初に、はい、あの玉ねぎから。石鹸で手洗う。知ってるよ、これ食器のやつでしょ。でもね、食器のやつの方が殺菌効果が高くていいんだよね。で、次お餅入れるだけ。お餅とソース同時に入れる。盛り付けの時にネギ、ネギとごま、白ごまがあったら、はい、お餅、はい、一気に全部ですか。はい、これもうちょっと強いんだよ。うん、そんくらいにピリ辛なんですかね。甘辛？甘辛？甘辛って感じなの。はい、もうソース入れちゃう。あとは餅が柔らかくなるまでかな。そこにはないでしょ。こっちじゃないよ。ちょ、ねえねえねえ、本当に開け方がわからないの、扉の。ねえ。そっちそっちが、まあ、そうそうそう。びっくりしたもん。この辺のセンスはあるんですね。この部屋に来てもう4年ぐらい経つけど、本当に何もここで何かしてくれたことない。洗い物をちょっとしてくれるかなってぐらい。これは今レアな光景を見てるんですね。めちゃめちゃレア。結婚してからこの姿見たことない。へえ、あるわけないでしょ、この姿。カメラはあっちですけどね。カシューナッツのやつ説明読んだらいいの。いいよ。野菜と鶏肉のカシューナッツ炒め、ハサミで切るだけです。あの、失礼していいですか。あ、どうぞ。できました。あ、素晴らしい。すごいすごい。おー、すごい。あとは盛り付けていくだけです。はい。あ、美味しそう。じゃあちょっと箸の用、お箸の用意しようかな。みんな、みんなお箸ある？もうちょい。綺麗になってる。うん、いい感じ、いい感じ、いい感じ。で、あとはネギ。おお。それ家庭菜園で取れたやつね。おお。ちょっとじゃあそこにも行きますよ。はい。試食タイムに行ってもらいましょうか。はい、はい、じゃあマミーから。はい、おは
い、しまってきました。すごい。ちょっとこの辺もらっていい？見て、おお、すごい、すごい。まあ、とりさん大丈夫です。一口でいっちゃいます。熱いよ、熱いよ。ふりいただきます。うん、おいしい。おお、イエーイ、めちゃくちゃ美味しい。イエーイ、どうだ。甘辛い、ご飯進むくんでしょ、お酒進むくん。お酒進むくん飲んだことないでしょ。うん、うまい。甘辛、甘辛。ビールって日本酒ですか？一食できないよ。ビールとビールの食べる。ビール。お酒進むくんですか？なんだ、お酒進むくん出ました。美味しい。美味しい。ビールみたいこれ。めちゃめちゃ美味しい。めっちゃ美味しいこれ。食べとくから、そっちでもう一回作ってもらっていい？さあ、では続きまして、続きまして、じゃあリルとミニーと一緒に作ります。ダメですか、リルとミニーと。いいね、はい、かわいいかわいいかわいいね。鶏肉カシューナッツ炒めなんですけども、このように材料が入った野菜ですね。おお、便利ですねこれね。便利ですね。ごま油にまずカシューナッツを炒めます。大さじ1のごま油を火をつけて中火で約1分、それでカシューナッツを炒めてください。今みんなでなぜきの料理をすごい美味しいね。はい、次は野菜を。これは、これは4分炒めます。4分ね。なぜ間違えました。1分でした。だいぶ違いますけど。ごめんね、リル。今修行中やって言ったでしょ。リル修行中なのちょっと待ってて。全体にすると、まあこれタレが入ってるんですね。移動するまま投入します。はい。ね、ハサミできることしかやってないけど大丈夫？なんか全部行動してるんだ。男の料理が良すぎるよ。違うよね。はい、これで4分。でもさ、こんな風にカットされて下味もつけて取られてたら、一人暮らしの学生さんだったり、はい、すごくいいよね。いや、すごくいいですこれ。誰でももう簡単にできる。温かいものが食べられるし、はい、新鮮なお野菜じゃない。そうですね、すごくいいと思う。不安なんだよね、さっきから。大丈夫、最後の仕上げにカシューナッツを足して終わりなの。野菜もなんか不安な話もない。4分だもん、しょうがないじゃん。そうね、それに強火じゃないの。それにちょっとシャキ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 感シャキ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 言葉にできてないけど、ちょっと中国に向けての新しいパートの名前ね。そうだよね、中華って強火だもん。じゃないとお水が野菜から出ちゃう。わあ、やったな。前もテレビ番組で、ね、お宅訪問かなんか行った時に、まだなぜ ちっちゃいっても何年生か3年生、2年生かそんなぐらいだったんだけども、あるタレントさんが、はい、長男と次男見て、いやーなんか違うよねって、あれ、じゃあどっちがママにって言ったら、2人とも手挙げたもんね。おい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 、そのタレントさん俺の顔見て、すいませんって言うからさ、いやいや、うちの息子がっつって。結構覚えてる。結構そっからずっとネチネチずっと言ってくれるから、相当目に持たれてんだろうなみたいな。あ、おいしそう、彩りも綺麗。危ないよ、あっち。なんでこれフライパンこもったら熱い。熱いよ、我慢してるから。熱くない？フライパンこもったら熱いって。はい、オッケー。オッケー、火止めて。はい、盛り付けお願いします。すごい彩り綺麗だよ。あ、すごいすごい。でもさ、もうこれぐらいの年齢になったら、地方に万が一お仕事で泊まりっていう時、これがあれば十分だよね。はい、完成です。鶏肉とカシューナッツ野菜炒めです。
東都盛況のバッグで簡単に作りました。お味の方はいかがでしょうか。皆さんに試食していただこうと思います。はい、お願いいたします。ありがとうございます。もう、これ、シャキシャキ。あ、そうですか。本格的な味付けなんですか。やっぱ、僕の火加減が、うん、お店に自分がお店に出てくる。どうですか、皆さん、ちょっと感想というか。なんかね、もう、あの、ラズキがいたらもう安心かなと思った。なるほど。そんなもんだよ。どうですか、ちょっとまだ心配だね。いや、でももうこの東都盛況のこのバッグあればいつでもできるよ。楽勝。ハサミさえあればね。そう、ハサミだけ。あとフライパンの持つところが熱くなければグローブすれば大丈夫。でも今のパパさん の一言ってなんか結構大事だと思ってて、うん、ハサミさえあれば誰でもできるっていうキャッチフレーズ。確かに。いいね、さすがキャッチコピーの伊藤重里だね。自分はあんま料理が得意って切るのが上手じゃないから楽に早く作りたいなと思って、こっちはちょっとなんだろう、教科書っていうかすごいうますぎるから自分なりに工夫して簡単にできた結果がコチュジャンになる。ああ、なるほど。みんなも真似してほしいな。でも私はそのお酒のつまみっていうの、はい、はできないけれど、うん、この今のやつはお酒を飲む方が来たらちょっとひと品ふって出したら、あ、できる奥さんみたいな、あるよね。そうですね。今料理男子ってモテるみたいだから、なずきがもうちょっとモテてくれるようになると嬉しいな、パパみたいに。それはないな。まあこれから先ね、あの私たちは、まあ、何かあった時一人で生活していかなきゃいけないんだから、ちょっとずつキッチンのことも覚えててもらいたいなと思い、これから修行ですね。そうですね、修行ずっとしました、僕のこと。ね、今何聞いてた。いや、一人になるっていうのはこのなずきが一人で、違うよ、あなたが一人になるかってことは、どうして一人になるの。おかしいでしょ。だからさっき言ったでしょ、先に死ぬことはないから。なんで死ぬんだ、途中で離れ離れになるかもしれない。なるわけない。そういうのが危険だからやめなさいって。天の弱なんですいません。ということで本日は終わりたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。また第2弾企画したいと思います。それではさよなら。最後までご視聴ありがとうございました、よろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。こちらです。コメントもお待ちしてます。